お楽しみガチャガチャを開封していきたいと思います。土曜日か日曜日に開封するってツイッターの方に書いたんですけどはい、今日は祝日月曜日です。しかも夜です。はい、すみません開けていきたいと思います。はい、いいよ。1つ目。おお、前も出た、これはキュービですね。はい、このシリーズのガチャガチャは結構何回か出てますね。で、まだツチノコパンダが出てないのかな。やっぱりツチノコパンダだけあってね、なかなか見つからないっていう感じかな。はい、キュービでした。では次、こちらですね。はい、2つ目。あ、これも前に出ましたね。あの、飛び出し坊やですね。で、飛び出し坊やの前は、あの、汚れてる劣化バージョン。この劣化バージョンっていうのだったんですけど、今回はどうでしょうか。ここに立って、で、こうですね。よっ、ぐさ。はい。これは、普通のバージョン。これですね。飛び出し飛びたくん。はい。です。普通バージョンでした。はい。次、3個目だ。今、コリラックマが見えましたね。シービーツ、ボタンチャーム。おお、ここに、これは、あの、靴とか、ね、クロックスとかにもくっつけられそうなやつですね。はい。リラックマ、コリラックマでした。ボタンチャームキーチェーン。リラックマシリーズかと思ったら、コリラックマ、すみっこ暮らしもいる。豆ごま、モフタンズ、3X オールスターズ、あ、そうなんだ。オールスターズ、カピバラさんとかいないな。このリラックマか、この猫さん、すみっこ暮らしの猫さんが欲しいな。こんな、3X シリーズなんてあるんですね。はい、私はコリラックマよりリラックマが好きです。はい、カプセル9、こちらを最後に取っておきます。で、次は、いいよ、いて、お、あ、これも結構出るシリーズですね。このディズニーシネマジックフィルムズの、今まで結構出ましたよね。フレアラビット、これも出たかな。クリケットとか、もし、ピノキオでした。ピノキオはまだ、あ、中途半端なくしゃみになっちゃった。ヒューヒューってこと言ってて。中途半端なくしゃみ。
くしゃみの途中で、カトちゃんペをすると、くしゃみ止まるじゃないですか。止まるんですよね。なので、ちょっとそれで、あ、くしゃみしちゃダメだと思って止めたら、中途半端なくしゃみが出ちゃいました。はい。では、こちらのカプセル Q を開けていきたいと思います。さて、何でしょうか。わ、え、すごーい。3号牧場の朝。北海道。へえ。ああ、豚さんとか、羊、ヤギ、牛、馬、犬、ウサギ、鳥、アヒル。いっぱいいるんだ。ああ、これね。今、天使が2倍入っています。天使のフィギュア。フィギュアの缶詰をもらおう。このフィギュアの缶詰、もらっている方がいて、はい。その方の動画を見てください。で、ラッキーみーちゃん。チャンネル。あー。ありゃ、え、入らないんだけど。あ、はい、入りました。と、顔。うわー、リアル。うさちゃんがついてる、ちっちゃい。さんとうさぎさんがセットなんですね。かわいい、うさぎさん。ちっちゃくて。あ、書いてありました。牛と飼いうさぎのセットと馬の親子ですね。豚とヤギ。農夫とアヒルと鶏、羊と犬とシャモ。いいな、3個もついてるよ。豚さん、母豚と子豚。うわー、子豚4匹もついてくる。ランドレース種の母豚と乳を吸う子豚たち。一度の出産で10頭以上生まれます？ええー、そんなに、そんなに、ええー、すごいですね。はい。今回出たのが、牛と飼いうさぎ。はい。うさぎさんが可愛いですね。ちっちゃくって。次回のお楽しみガチャガチャをお楽しみに。おしまい。